だから点をつけるとしたらもう99点ですね。エヴォの作益というのは機能法なんですよ。考察ってですね、演益法でやるんですね。つまり三段論法です。ン・ンエヴァンゲリオン 全般にはですね、ルール設定があってですね、惑星大戦争でこのボタンを押すときにこう、親指でこうするんですね。ウルトラマンエースってビル街で戦いながらもですね、もう予算があまりないのでビルが壊せないんで。だからビル街の真ん中になぜか不自然なほど広い道路があってですね、ウルトラマンもできるだけそのビルに当たらないように戦って、当たったときときときビルがずれるんですけども、樹的な力を得ようとしてるわけですね。パロディではないんです。自分の魂をアニメという器に受肉させてる。 そうでなければいけない切迫した理由が、庵野監督の中にある。渚薫さっていうのはですね、怒り。はい、ゼミ生の皆さん、こんばんは。あの、今日の岡田敏夫ゼミのテーマはですね、えー、シン・エヴァンゲリオン。 完全解説というふうなことでですね、えー、ネタバレなしとネタバレありのですね、ダブル解説をします、えー。見る前と見た後でですね、あの、10倍楽しくなるというのを目指してますので、まあ、あの見る前に見ていただいても大丈夫ですし、見た後で見たら、多分あの、もう一回見たくなるというかですね、えー、確認したくなると思います。あのー、まあ、映画見る前のですね、ネタバレなし講座とですね、あと映画を見た後で見るのとですね、2本立てにしてみようと思うんですよね。なので、 あの、限定も、この無料版もですね、えー、前半がネタバレなし、後半がネタバレありになってます。今これ、こっちにこのフリップでですね、このネタバレなしってこう、安全って出てるのがですね、一のネタバレなしなんですよね、えー。とりあえずですね、今日の講義内容です。えっ、ー、とですね、まあ、あの、青がですね、えー、無料ですね。 無料のネタバレなしのですね、技術解説ですね。まあ、ネタバレなしで話せることって本当にね、あの、この部分の技術がっていう部分が中心になるんですけれども、で、無料の後半がですね、ネタバレありでですね、全体。 の流れどういう風になってるのかっていうですね、解説ですね。で、限定は、まあ、ギリギリネタバレなしのですね、まあ、テーマを語る。テーマを語るのもですね、どうしてもこう内容に踏み込んじゃうんですけど、ギリネタバレなしですね。で、限定のですね、後半が超ネタバレで中級のテーマ解説というやつになります。プレミアムはですね、あの、放課後の雑談で、ちょっとあの、一部分だけスポット当てて語りたいところがあるんで、そこだけちょっと語ってみようと思います。え、それでは今日のゼミを始めます。えー、じゃあですね、あの、 まあ、あの、準備編として、今、ネタバレなしですね。あの、映画館に行く前ですね。まだ見てない人のために話をします。えー、どこまで準備すべきかなんですけども、まあ、あの、結論から言っちゃうと、これ僕の意見ですよ。あの、実はね、あの、準備ゼロでいいんですよ。あの、なんでかっていうと、ものすごい最終回を見た気分なんですよ。最終回を見たって気分なんでですね、その後気になれば、 別にあの、その前を遡ってみれば大丈夫だと思います。で、あと、まあ一度でもエヴァのどれかを見たことがある人はですね、思い出すだけで十分で、別にあの、見直してから行こうとかですね、準備ができたんやからまだ行けないって、僕はあんまり考えなくていいんじゃないかなと思、思ってます。えー、一応あの、抑えるべきポイントは、まず、テレビ版のあの、エヴァンゲリオン、テレビシリーズを見た人はですね、まあその後に劇場版が作られて、見たことないキャラが出てくるっていうことだけ、まああの、 押さえておいて、あの、覚えておいて、押さえておいてくださいっていうか、分かっておいてください。あの、で、いつの間にか、あの、もうね、使徒というのが敵ではないということか、あれを敵と戦うようなエヴァはテレビ版の方でもう終わっちゃってるということ。この辺もですね、押さえておいてください。で、旧劇場版だけ見た人はですね、まあ、あの、あれはれで完結してるんで、その続編と思えば、あの、OK です。 えー、それ大丈夫。で、新劇場版しかまだ見てない。テレビ版見てないという人はですね、あのー、前にテレビ版とか旧劇場版があったという、なんか知識があれば、それを知ってれば OK で、別に無理して見直さなくてもいいです。この,この辺の理由は後で説明します。で、ネタバレは、あ、そうか、もう今説明しちゃうんだ。ネタバレね、気にしなくても大丈夫なんですよね。あの、そういう映画じゃないからです。えー、っとね、あのー、もう、 これまでエヴァを見てる人はネタバレっていうのを気にしてましたね。そういう映画じゃないんですよ。あの、えー、仮にね、ネタバレを見てしまってもですね、気にせず見に行くこうと思います。あ、だからといってみんなここでコメントにネタバレを書くのはやめようね。それは意地悪だから。僕はそう思うっていうだけだから。あの、 なんでかっていうと、見た、なんかね、ネタバレ気にしていた見た後も、いや、それよりもすごかったよと、ネタバレを気にしてた俺は何だったんだと、気にせず見に来てよかったという気持ちに、多分なると思うんで言ってください。僕はあの、実はですね、あの2時間半を月曜、水曜、金曜で3回見てるんですね。で、1回目より2回目、2回目より3回目の方が面白かったからですね。で、もちろん2回目とか3回目の時はもうネタバレですよね。完全にネタバレですけど、そっちの方が楽しめるぐらい。 逆に、一回目の時はこれ、ど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 こにどう繋がってるのというのがあったからです。あんまり楽しめなかったんですけれどもですね。まあ、あの、あの、僕の感想はですね、あのやっぱりあの、すごいっていうのと、ちゃんと終わったなんですよ。ちゃんと終わった。で、あのね、 面白いかどうかなんかよりも、もうどうでもいいと <laughs>。ちゃんと終わったすごいっていうのが感想で。だから点をつけるとしたらもう99点ですね。もうテレビ版を含めてこれまでのエヴァで最高です。え土下座の出来です。あの、秀明先生すごいです <laughs> っていう。なんか、本当に土下座するぐらいこうすごいですよね。あの、マイナス1点。なんで99点なのかって、マイナス1点はですね。 お話が面白くないからなんですよで。あと、クライマックス直前がダサいからっていうのがあります、えー。ネタバレになるので、そのクライマックス直前のダサいっていう話はですね、ちょっとネタバレ編の方で話しますけどもですね、お話が面白くないって僕言ったのに説明が必要ですよね。あの、悪口じゃないんですよ。なんで話が面白くないのにマイナス1点しかないのかって思うじゃないですか。あのね、 前にね、ブレードランナーを取り上げた時のこと覚えてますかあの、名作映画で実はストーリーは面白くなくても OK って話ですね。ブレードランナーそもそもお話はもう面白くないよって話したんですけども、あれはあの何かっていうと、ブレードランナーって脱走犯の女に惚れてしまう元刑事ってだけでですね、ストーリーはすごい単純、もう平凡なんですよ。つまりお話としてはブレードランナー面白くないんですけど、でもあの映画ってすごいじゃないですか。すごいだけで十分なんですよ。 映画にとってね、ストーリーが面白いっていうのはね、あれば、それに越したことはないんですけども、実は大事じゃない。必要条件じゃない。映画にとってはね、面白いよりすごいの方が大事なんですよ。例えば、ジブリ作品って面白いよりすごいなんですよ。特にあの、宮崎駿のアニメなんて面白かったのはもののけ姫までなんですよ。ストーリーが面白かったのはもののけ姫までで、千と千尋以降は、 ストーリーはもうね、なんか破綻してるんですよね。えー、それよりもすごいからあれはいいわけですよね。これ、まああの、押井守っていう映画監督はですね、宮崎アニメは構造が破綻してて、イメージだけで繋いでるというふうに言ってるんですけども、それでも、なんで僕らは、うわぁ、ジブリアニメいいなと思うのは、も、ま、う、あ、しょうがない、面白いという言葉で言ってるけど、あれすごいからなんですね。で、 あの作品で比べると、その、シンゴジラは面白いんですよ。面白い。ストーリーがシンプルでミステリー仕立て なのでですね、観客が割とあの、追いかけられるんですね。今、どんな話なのか。なんせ、ゴジラを追いかけて、ゴジラに対して右往左をしてる人を見てればいいので、割とあの、シンプルで追いかけやすいんですけども、シンエヴァンゲリオンはストーリー複雑で、観客はね、今何をしてるのか、何を見ればいいのかっていうのがちょっとわかりにくいんですね。だから決して、ストーリーが面白い映画ではないです。なので、マイナス1点の99点。で、ね、しかしですね、そんな、 面白いっていうのを捨ててもあまりあるほどにすごいんです。では何がすごいのか、この、ここではネタバレなしでですね、その技術ですね、エヴァの技術っていうのを説明しようと思います。えー、まずですね、あのー、まあ、作り方がね、アニメの歴史の中でも新しい。やったことがないことをやってるんですね。あの、冒頭映像をですね、えー、12分何秒でしたっけ ?10 秒でしたっけ10あのー、アマゾンプライムで公開してるんですけども、あれあの、 映画館行く前にモニターで見るじゃないですか。で、モニターで見て、で、その後劇場で見ると全然意味違うんですね。意味が違って見る。あの画角、映画館のスクリーンサイズいっぱいの絵で見ると全然意味が違って、あの、予告映像を何回見た人も驚いたはずです。あの、とにかく見え方が違うと。で、何が違うかって、どのね、カットを見ても構図が圧倒的なんですよ。 構図が圧倒的に決まってる。これしかないっていう構図なんです。レイアウトがですね。えー、で、その理由は何かというとですね、あの、プレビズにあります。プレビズですね。えー、絵コンテね、えばまず、絵コンテより前にプレビズを作ってるんですね。えー、プレビズっていうのはプレ,ビアリプレビジュアリゼーションっていうので、あの、簡単なですね、セットの模型を組んで、その中にミニチュアを入れたりしてですね、その、それを動かすことで、 ビデオでポンってつくんですね。ビデオカメラでですね。で、その場でも効果音とかセリフもバン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 入れちゃうんですよ。えー、ね、プレビスが最初に使われたのはですね、スターウォーズのエピソード6ですね。1983年のジェダイの期間であの使われて、まあメイキングで見たことあるんですけどもですね。あの、バイクスピーダーって言ってですね、えー、今スピーダーバイクか。あれに乗ってですね、帝国軍の兵士が森の中をブンブン走って、で、それに対して、あの、えー、ルークとかがですね、やっぱあの、 なんだろう、バイクスピードに乗って、ブルーグじゃない、半ソルとから逃げるというやつがあるんですけどもですね、この、ロサンゼルスの北部の森であれ撮影したんですね。で、まず森の中だから、日照条件、太陽の差す時間とかが割と限られてるし、あと自然保護とか色々ですね、クリアしなきゃいけない条件があって、まずとにかく撮影が大変だったんですね。で制約が多いと。なので、簡単なミニチュアセットとその模型作ってですね、 で、えー、あらかじめビデオでどんな詩になるだろうって撮ってみたんですね。で、えー、ラストのですね、あの、ジェダイの期間のデスターの突入もですね、プレビジで作って、で、これが大成功した。まず予算もですね、そのスケジュールもすごい、あの、なんか守れた、大事にできたというんですけども。で、 シンエヴァンゲリオンですね。パンフレット売ってます。まあ、割と高いパンフレットです。で、その中でですね、鶴巻監督のインタビューが載ってるんですね。で、鶴巻監督がインタビューで答えてるのは、いや、まず強調したいのは、プレビズ今回使って成功したと。アニメというのは、まず絵コンテを描くと。最初に絵コンテを描くと。で、この絵コンテっていうのは、動きとレイアウトが指示しているもので、実はアニメーションっていうのは、あの、絵コンテで8割が決まるっていうふうに、まあ、鶴巻さんは言ってるんですね。で、アニメ業界でも確かにこれまでプレビズっていうのはあったんだけども、 絵コンテを描いてその絵コンテの精度を上げるためにプレビーズを作るとつまりその絵コンテ描いたらそれを簡単な 3DCG で作って中にその人物とかを配置してかっこいい構図探したりとかそういう使い方してたとあくまで絵コンテのクオリティを上げる絵コンテのクオリティでからコンテ以降のクオリティを保つためのものだと。 アニメっていうのは絵コンテで面白さが決まってて、その絵コンテの面白さにいかに近づけるのかっていうことにプレビズが使われてたわけですね。しかし、シン・エヴァンゲリオンではですね、その絵コンテの前にです。つまり、脚本が上がったらですね、すぐにそこからプレビズを作り出しちゃうわけですね。で、完璧な構図を決めるためなんですよ。これはあの、シン・ゴジラでも、安野監督がやったことですね。シン・ゴジラではですね、プレビズの段階で、例えばその、会議室の中で人が動くシーンでもですね、CG で え、会議室を作り、その中に人を配置して、その中でカメラの位置を決めて、完璧に決めて、現場で徹底的にそれになるようにしたと。もう、カメラの位置はミリ単位でして、役者の演技はセンチ単位でして、役者のセリフの、あの、長さ、尺っていうのは、あの、コンマ3秒単位で指定というぐらい厳しく厳しく、えー、やらせたと。それのおかげで、シン・エヴァンゲリオンっていうのは圧倒的な密度の映像ができたわけですね。で、これって何かっていうと、もうね、 あの、商業作品の作り方じゃないんですよ。実はこれってアートの作り方なんですね。芸術の作り方なんですよ。で、その現代芸術のものすごいクオリティで商業アニメを作ることができたのは、このプレビズのおかげです。えー、で、あとね、あの、まあ、他にも技術的なことで言えば、手書きと CG と実写と、 あのミニチュア模型と、あとロトスコープっていってですね、実際人間を動かして、それをまあそのまま動画に反映させるっていうやり方あるんですけど、これをシームレスに使用していると。例えば、あるキャラクターがいまして、あるキャ,キャラクターがですね、ちょっと重いものを持ちながら和風の部屋でですね、座るシーンがあったんですけども、あの、そのシーンでですね、なんだろうな、ものすごく、 レイアウトが決まってて、動きもですね、重、あの、体重の重心変化も滑らかなんですよ。これってやっぱりプレビズがないと、まず最初にあんなに決まったレイアウト、ど、どこに壁があって、どこに天井があるのかっていうのが想像では書けないし、で、次に役者にあの動きをさせないと、あの重心変化ってできないんですね。だから、プレビズと役者の演技と、それをそのままアニメに映しとるっていうのが完璧にシンクロしてる。で、あの、まあ、ああとね、その、 いろんな動きするんですけども、人物の動きはいわゆる役者さんに演技させて、それが持ってるものとかの動きは大げさなアニメーションのリアクションですね。つまり持ってるものだけちょっと漫画っぽい流線を引いた動きするんですけども、あくまで動かしてる人間っていうのは普通の人間ってなんですよ。で、これはもうね、実写では絶対できない映像ですね。これ辺のですね、そのアニメによるパーツパーツの強調というのもやってます。すごいです。えー、まあ、 でもそれよりもやっぱプレイビズ最大のメリットはあの最初に話した構図を完全に決めれることなんですね。アニメのね、美しさっていうのは書き込みとか演技とか色彩設計だといつまにか僕らは思ってるんですけど、まず第一に何よりも構図、レイアウトなんですよ。えー、これをですね、説明するためにですね、富三十六景使います。富岳三十六景というのは葛飾北斎がですね、72歳の時の連作で、まあ有名なのはこれですよね。よいしょ。 えー、まあ、富士山が、後ろにあって波がドーンと来ているというですね、神奈川沖、神奈川沖、えー、沖波裏っていう作品ですね。あともう一つはこれですか。もう一つはこれですね。えー、微州富士見ヶ原っていう作品ですね。で、えー、例えばこの、分かり、この尾州富士見ヶ原を見てもらうとですね、 これ、桶職人ですね。桶職人を写してるんですけども、桶はこの斜め向きになってるんですよ。でも、この桶の丸は完全な深淵になってますよね。で、えー、樽職人の体っていうのは真正面を向いてるんですね。で、富士山が、肝心のテーマの富士山がすごい小さいんですけども、この丸い樽の枠がですね、フレームのようになってるためですね、あの、富士山小さいんだけど強調されてるんですね。 で、遠近法をこう逆手に取ってるというかですね、まあ大胆で奇抜な構図なんですけども、遠近法というのは絵画革命だと思い込んだ西洋絵画では絶対手が届かない。なんでかっていうと、これってあの手前から奥まで全部ピントが合ってる完全な二次元の絵だから可能なんですね。で、あの、西洋絵画っていうのは三次元の絵であって、近くのものは近くっぽく描いて、遠くのものは遠くっぽく描くというのを構図から色の使いから空気のぼやかしまでやってるんですね。 こういう絵の発想が出てこないんですね。それで、この構図が全てであると。レイアウトが美しいんであるっていうのは、世界に影響を与えた日本のその浮世絵のですね、技法なんですけども、三次元の現実をそのままですね表、表現しようとする遠近法ではなくてですね、二次元に落として、徹底的に二次元のものとして見せることでより面白く強調すると。やっぱこの肉眼ではさっきも言ったように、遠くと近く同時にピンと合わないから、この絵って見えないんですね。 完全に人間の頭の中にしかない風景を、まるでこれが真実のように、現実のように描いてる。これがこの日本人が持つ二次元の面白さだと思います。で、今現在のアニメーションの主流っていうのは疑似 3D なんですよね。まあ、3D に見せよう見せようというふうに書いてるんですけども、しかしね、これエヴァンゲリオンって逆行したんですよ。あえて逆行させたと。 スーパーフラット。村上隆ですね。ゲンダーアーティストの村上隆がですね、そのスーパーフラットという概念で、日本人のやってるアートというのは超二次元なんだっていうふうに言ったんですけど、村上隆本当にね、衝撃を受けるだろうし、受けて叱るべきだろうし、シン・エヴァンゲリオン100回ぐらい見た方がいいと思います、ね。完全に二次元だからすごいっていうのをやってるんですね。で、あとですね、その、あのー、田舎の風景 とか、あの、まあ、都会の風景もそうなんですけど、新海誠とか細田守のアニメーションの方が、実はエヴァンゲリオンより綺麗なんですよ。今回の新エヴァンゲリオン劇場版見て僕びっくりしたのが、田舎の風景も都会の風景もさほど綺麗に描いてないんですね。その意味ではこの5年間ぐらいの、あの、細田あと新海のアニメの方がずっと綺麗なんですよ、背景。で、最近のアニメっていうのは全部その細田新海が作ったアニメの ルックっていうんですか表現に慣れきってですね、どん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 現実より美しく書く方向に行ってるんですよ。で、エヴァンゲリオンっていうのははっきり言って古いアニメの背景、古いアニメの絵面なんですよね。だからその意味ではジブリの古さに似てるんですけども、まあ、これもやっぱりその、えー、これからのアニメっていうのはどっちの方へ行くべきかっていうですね、あの深海細田派のですね、その美しい背景ではなくて、 俺たちが作る二次元のアニメっていうのは背景っていうのはこれぐらいじゃないのっていうですね、問いかけになってるんですね。僕もやっぱ今回の新エヴァンゲリオン見て、ああなんか綺麗なだけの背景っていうのはもう古いんだなっていうふうにちょっと思いました。 まあ、あの、技術的なこういう説明はですね、またあの DVD が売られたりですね、ブルーレイが出たり、配信が始まったら、もうちょっとあの、ちゃんと絵を見せながらできると思います。とりあえずですね、この無料の部分のネタバレ、この、もうすぐ終わるんですけど、まとめるとですね、あの、僕の感想は100点満点で99点です。えー、見た後でとんでもない解放感を感じることができる。で、解放感感じるのはですね、なんかその、やっと卒業できたと思えたからですね、卒業なんですよ。あの、 あのね、結局ね、あの、これで終わりと言いながら終わらずに、まだ、まだこれ続くんじゃないのかなとか、あのな、なんかこのまま終わろうとどうしようと気にならずに、エヴァに関して自分自身がだんだん冷めていくっていうのはね、ちょっと寂しいなっていう気持ちが実はこう、続いてたんですね。その意味ではもうこの十何年か二十年ぐらい、このまま冷めていくんだろうな、うん、なんかそれ寂しいなっていうのが続いてたんですけども、それがね、綺麗になくなったと。 えだから僕はあの結論としては、シン・エヴァンゲリオンっていうのは卒業式であるというふうに思っています。だから感想でその、あの、本当に終わったんだって思うのはですね、あの、卒業式だったからですね、卒業式で大事なのは面白いかどうかじゃないんですよ。面白いかどうかを問う卒業式ないんです。そうじゃなくて、自分は卒業したんだとか、もう学校生活を終わってしまったんだっていう実感を得ることが卒業式の目的です。えー、シン・エヴァンゲリオン卒業式論ですね。 えー、新エヴァンゲリオンは卒業式だよ。えー、卒業式のですね、人間のパターンですね、4パターンって、もうこれがあの映画見た人の感想4パターンなんですよ。えー、泣く。感動して泣く。感慨にふける。終わったんだな。えー、解放感に浸る。 終わったっていうですね。あと、すねる。ですね。<laughs> この、あの、だいたい、見た人の感想って色々言ってるんですけど、この4パターンです。これ、本当に卒業式とそっくりなんですよね。えー、大体あの、新エヴァを見た人の感想僕見たんですけど、この4パターンで、まあ、感動して泣く人もいれば、反感を感じてダメだったと。なぜか叫びたがる人もいるし、卒業したくないと泣く奴までいるんです、ね。<laughs> あの、 です。えー、以上ですね。卒業式なのでっていうことです。僕はあの卒業式だというふうに定義したので、卒業式なのでこれから見る皆さんにですね、えー、まあ、注意点があります。まず、卒業式なのでちゃんとあの映画館に行ってください。卒業式を配信で見るということがないようにですね。でもあの映画館はどこかっていうのは案外選ばなくていい。 あの、世の中にはですね、ポンコツな学校もあれば、綺麗な校舎もありますよね。それと同じようにですね、自分が行きやすい映画館で十分です。無理やりあの、なんだろう、アイマックスで見るとかですね、そういう僕映画でもないと思ってるんですね。それやりたきゃ2回目で見りゃいいんですよ <laughs>。で、あとはあの、映画館で見るべき理由はもう一つはですね、配信とかテレビ放送だいぶ先になると思うし、あとロングランやりそうだから、まああの、映画館行くのがいいんじゃないかなと思います。あと、卒業式なのでですね、できればちゃんとした服で行きましょう <laughs>。あの、まあ、清掃 でスーツで行かなくてもいいですし制服着なくてもいいんですけどもできればちゃんとした服ある程度清潔な服で行った方が多分ね自分気持ちがいいよ。であと パンフは買った方がいい。あの、監督のインタビューが面白いから。あと、水分は控えめに。これはもう2時間半、まあって、予告編含めたら3時間近いからですね。あの、水分は控えめに。あとね、拍手があの映画終わってあの、起こったりするけども、それももう好きなように。もうほんと、卒業式と同じですが、拍手する振りだけでも大丈夫です。えー、ということでですね、あの、これから行く人、行ってらっしゃい。 あの、ネタバレが嫌な人は今日はここまでです。えー、見た後に、まあ、あの、ぜひ続きをですね、えー、この動画見てください。続きのネタバレ編を見てください。えー、それでは行ってらっしゃい。えー、で、ネタバレゼロはですね、今日はここまでです。で、あの、ここからはですね、あの、ネタバレしないとですね、シンエヴァンゲリオンの一番すごいドラマ構造ですね。実は構造がすごいんですよ。どのキャラとどのキャラが対立してるのか対応してるのかっていうのがすごい。それが説明できないのでですね。え、まあ、 うん。ネタバレがね、何が何でも嫌な人はですね、今日はここまでにして、まあ、あと、あの、これの表示が変わりますのでですね、えー、なんだろうな <laughs>。まあ、この表示を音を消してみといて、この表示が元に戻ったら見るぐらいでもいいですけども、今日はここら辺にしといた方がいいと思います。えー、さて、じゃあ次行きましょうか。 えーとね、今日無料はここから最後まで、まあ最後の挨拶の部分もう一回ネタバレなしに戻りますけど、最後までネタバレになります。で、あの限定に入ったら、またあのテーマ解説やりますけど、そこはまたあのネタバレなしになります。で、ここから先はですね、あの完全にネタバレ警報ですね。えー、大丈夫ですよね、皆さん。あのもうあの見たくない人はそろそろ えー、なんだろうやめた方がいいと思いますけど。あの、ネタバレのフリップ出しちゃいますけども。いいですかまだ今、数秒間の猶予。いいっすね。はい、行きます。えー、シン・エヴァンゲリオンの全体構成です。えー、まあ、8つのユニットでできていてですね、起承転結がそれぞれ2つずつになっています。で、アバンでパリ復活でタイトルがあってですね、 で、真珠、徹底的に落ち込む。これが起承転結の木です。次の起承転結、章は、真な何とか立ち直る。で、えー、サトの反撃。ここまでが章ですね。で、えー、天ですね。真珠の反撃。お父さんとの対決対話。で、ツは、成仏。卒業と祝福。祝福なんですね。これでできています。えー、アバンのパリ復活から説明しましょう。しょっぱなからですね、もうあの、 オマージュ宣言ですね。あの、ワイヤーで釣られてる戦艦とかが出てきます。あの、エッフェル塔の周りにですね、えー、駆逐艦がですね、ワイヤーで釣られて出てくるんですけども、もうこれはあの、ウルトラマンなどですね、昭和の特撮映像表現ですね。エヴァもですね、戦艦もですね、すべてチラチラ見えるワイヤーで吊り下げられています。 で、えー、その中に降りるですね、あの、工作する船もですね、えー、月着陸船の足がついてますですね。わざわざあの、アポロ計画の月着陸船っていう、かなりね、複雑な行動の月着陸船。それも、アポロ宇宙船の中に入るために折りたたみの足を作らなきゃいけなかった。 だから、本当に言えばエヴァンゲリオンで出てくるのは、そんな折りたたむ必要ないはずなのに、わざわざ折りたたみの足をですね、わざわざこう、広げるこうあの動画まで入ってるんですね。だから、あの複雑な折りたたみの,あの構造を書くのもですね、わざわざ書いて動かしてるのも、これはアポロ宇宙船、月着陸船ですよってわかるようにしてます。で、それで降りていく高カポットには、後ろになぜかスクリューがついてるんですね。えー、なんでスクリューついてるのかというと、あれもですね、現実のですね、深海 救助艇ですか深海の作業救助艇と同じデザインだからです、ね、わざわざスクリューがついてて、スクリューを見せる構図も何回もあるんですよ。で、こういうですね、デザインとか動きとか、もう動きもワイヤー一時書くからめんどくさいんですよ。で、普通にオリジナルにした方がですね、楽なんですよ。楽なんですけども、観客に分からせるようにですね、この,ザインこの映像とか、このデザインには元ネタがありますっていうふうに宣言してるんですね。 で、パロディだってよく言われるんですけど、パロディじゃなくてですね、オマージュなんですよ。つまり、パロディっていうのは、笑わせるために元ネタ探しをちらつかせるっていうことをするんですけども、そうではなくて、元ネタがあることを意識させて、その意味を考えさせるっていうですね、仕組みになってるんですね。で、なんでそう、オマージュをこんなに入れるのかというと、まあ、これ後で説明するけども、それはですね、ゼーレの儀式だからですね。アニメがこんなに、エヴァンゲリオンとアニメがこんなに、 そのオマージュパロディにあふれているのはそれ自体がゼーレの儀式だからです、これは無料で,最後で説明します。で、えー、その中にですね、まあ、あのマリさんというです、ね、比較的新しいキャラが出てきて、まあ、元気に戦うんですけども、あのやっぱり見てて面白かったのはですねあの、マリが乗ってる8号機ですね、エヴァンゲリオン8号機がですね、戦、ま、闘、あ、になると目の前にこう丸いディスプレイが出てくるんですね。で丸い光る。 あの、ディスプレイだと思った瞬間にそれを掴んでぐるぐるまず出すんですよ。まあ、自動車のステ,ステアリングと同じで。で、表示されてるものをいきなり掴むっていうのは、そのアドベンチャータイムとかと同じアニメーションにおいて現象というのをまるで物理というように扱うというですね、あそこはちょっと珍しいギャグシーンでしたね。で、アバンのですね、この目的はですね、その作業に成功するとパリの街が復活するというのを見せるためです。 これがあのラストへの伏線になってるんですね、えー。なぜ世界は赤くなっているのかっていう。まあ、あの、なんでこのエ,エヴァの世界は赤くなっちゃっているのかっていうのは、それはエヴァのこれまでの作品の中で用語の説明はあって、でその用語の説明でそういろいろ考察してる人も多いんですけどもね、その考察ではわかりにくいんですよ。あのー、ラストで世界を復活する必要があるから、 復活前の状態として分かりやすい赤くなっている状態が必要なんですよね。そういうですね、エヴァンゲリオンっていうのはその機能法で作られた映画です。エボの作劇というのは機能法なんですよ。で、普通ですね、その演劇法でですね、あのお話とかですね、なんだろうな。 あの、特にお話はね、昨日ほど作る場合ありますけど、考察ってですね、その演疫法でやるんですね。つまり三段論法です。原因から結果を考えるからですね、その、こういうふうになりがちなんですよ。ところがエヴァンゲリオンっていうのはですね、えー、仮説からですね、原因を予想する。つまり結論をまず決めちゃうと。えー、なぜ赤いかではないんですよね。エヴァの世界はなぜ赤いかではなくて、ですね、赤くしなきゃいけない。 世界を真っ赤にしたいんだけど、何かいい理由ないかなっていうのがですね、エヴァのその作り方なんですよね。だから原因をあの、設定を考察するですね、演技法の思考ではですね、なかなか届かないんですよね。で、気象点結の木です。えー、信落ち込むですね。えー、信はもうひたすら今回落ち込みます。えー、で、えー、レイはですね、人生を発見するという形になってます。まあ、つまり、第三村に行ってからですね。で、アスカの励まし、 アスカも結構励ますんですけど、アスカの励ましって、全部セリフが罵りなんですね。 多分、自分もそれしか受けてこなかったから、ののりということがですね、一番励ますことだというふうに思い込んでるんですけども、この関係ですね、実はアスカって、ものすごく、真珠を励ましてたんだっていうのはね、2回目ぐらいに見るとわかるんですね。1回目見ると、ここら辺でですね、見てる側もダメージ受けて、真ジ、いい加減にしてよって、お前なんか俺がしてる限りに20年ぐらい落ち込んでるぞって思っちゃうんですけども、2回目ぐらいから、あ、アスカってあれを、 本気で励まそうとすればするほど感情がこもった声で罵るんだっていうのが分かってから、なるほど、みんなしてシンジ君はあんなに構ってくれてるんだっていうふうになるんですね。だから、あのシンジはですね、なんでみんなこんなに優しいんだよっていうのは、あのあたりでシンジは、アスカがあんなひどいことしてくるのはですね、この優しい、つまりイコール、アスカは強いから、本人が強くならなきゃと思ってる人間だから、あれが一番の励ましなんです。それが分かってきたからなんですけども、 で、まあ、あの、新二君のですね、えー、復活ポイントですね。どうやって新ジ君がその落ち込みから立ち直ってきたのかっていうと、あの、まあ、ホタルの墓というふうに僕呼んでるんですけども、あの、絶望したと綺麗事ごと言っても腹は減るわけですよね。ホタルの墓であの、主人公のセータはですね、節子が結局死んじゃって食べられなかった卵雑水を食べちゃうんですけど、食べるシーンを高畑伊は書かないんですね。翌日空になった器を移すことだけで、 現実っていうのは残酷だよねっていうふうにほのめかすんですけども、それは書かなくても伝わるというふうに、あの、高畑伊は判断したからなんですよ。で、えー、エヴァンゲリオンで,です、ね、そこはもう少し、もう一段くどくなってて、まず、シンジは、あの、アスカにですね、無理やり食わされるんですね。口の中に突っ込まれるんですよ。しかし、二回目は、霊が持ってきてくれた、そのご飯をですね、霊がいなくなって見てない深夜に食べるんですね。ボロボロ泣きながら食べると。 あれ何かっていうとですねその,あの庵野監督がです、ね、好きな宮沢賢治の世界なんですね「よたかの星」っていうです、ね、童話なんですけども生きることはあの罪深いとだからよたかは口の中に入った虫を泣きながら食べるっていうのがあるんですけど豊かと同じようにですね信者は食べながら涙を流すんですね自分の罪深さを感じるからですね。 で、えー、それに対してですね、その、綾波レイですまあ、まあ、今回の場合、綾波つけるべきかどうかわかなんですけど、レイの方なんですけども、生きることの、あの、良さというかですね、楽しさ、実感みたいなものを教えられます。で、教えてくれるのがね、もうちっちゃい女の子で、なんですけど、これがもうどう見ても、安野もよこの化身なんですよ。この映画の中には安野もよこの化身が2つ出てきてですね、このちっちゃい村にいる少女と、あとあの、なんか、ベーレーにいるですね、マリっていう、あの、なんか、メガネのですね、 とりあえず、この映画の中を通じて、すべてに関して知ったような感じで、すべてに関して負けない女っていうのがですね、その、アンのモヨコなんですよ。だからもう、あの、モヨコ夫人ね、強すぎて、この映画の中でオールマイティギャラなんですけどもですね、まあその、モヨコ夫人の化身の少女からで,ですね、手渡される本だとかそういうのもね、レイはだん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 生きることの実感を取り戻す。で、えー、まあ、だいたいね、あの、 なんだろうな、生きることの実感で、この二人から受け取るんですけども、で、まあ、気象転結の章ですね、えぇ、ー、心事立ち直るに入ります。で、心、えー、事くんはですねたあの、落ち込んでたのがそこを打ってですね、あの、やっと帰ってきます。家出から帰ってきます。で、アスカにですと、問答があります。で、家出から帰ってきたのって言うとですね、心事は目は映さないんだけど、口だけで、うんって答えます。顎の動きと口だけですね。で、泣いて気が済んだって、さらに追い打ちをかけるんですよね。 だから、家出して帰って家出から帰ってきたのというセリフもきついですし、内敵が済んだっていうアスカの確認もやっぱきついんですよ。でもそれに対してこう、うんっていうふうに答えるんですね。で、この嫌みにちゃんと声で返事するっていうのは立ち直りのサインです。ただ、立ち直ってはまだいないんですね。立ち直りかけてるというだけで。まあ、そこを打った状態ですね。で、翌日からですね、新二君は、まあ、労働に参加します。 で、えー、この村が、周りの世界が全部赤くダメになっているのに対してですね、村が赤くなってない仕組みですね、村だけが守られている仕組みの説明があります、えー。例えばその黒い柱がですね、あのー、周りのですね、 え、赤いところから村を防いでいるとかですね。あと、ベーレの復活班っていうのがあってですね。この地球を復活させるために働いている研究班ですね。それが田んぼの真ん中に、あの、黒い円柱ですね。えー、のですね、柱を何本か埋め込んで実験してるんですね。そうすると、周りが真っ赤なところでも、その田んぼだけちゃんと緑が保たれて、その中で植物が育つっていうのが確認できるんですね。で、そこで、新ジ君はですね、えー、三里の子供の家事領事。 いで、えー、この後ですね、えー、まあ、平和が続くかと思われたんですけども、えー、レイの寿命には限界が来ていて、えー、死んじゃいますですね。目の前で死んじゃいまして、実はこのレイが死ぬことがですね、碇、え、信、ー、治の復活になっているんですね。っていうのは、その、シン・エヴァンゲリオン全般にはですね、ルール設定があってですね、あの、 願いが叶うためには誰かの犠牲が必要なんですね。一つの願いのためには誰か一人の犠牲っていうですね。こういうですね、ルール設定がすごい厳しいんですよ。例えばその最後の槍を届けるためには三里の、あのー、犠牲が必要だったりですね。マイナス世界に行くためには冬月という人間が、あのー、なんだろうな、限度のために死ぬことが必要だったりですね。 あの、ま、真珠の願いでありですね、世界を青く戻すとかですね、あと、エヴァのない世界を作るというためには、母親のユイと、あとすべてのエヴァが、生贄、ニエとなることが必要だったんですね。なので、その、な、なんでレイが、えー、真珠の前で死ななきゃいけなかったか。なんでその後、えー、真珠はですね、えー、なんだ、決意した顔で、え、戻ってこれたのかですね。えー、ビレンの戦艦に乗ることができたのかっていうのは、 この一つの犠牲に対して一つの希望というか何、えー、だろうな願いが叶うというのがあるからですねでそれを見た人間はそれの落とし前をつけなければいけないという構造がだ徐々に徐々に何だろうな明らかにされていきますで、えー、4番目ですね気象転結の章ですね三郷の反撃です、えー、戦艦軍団というのが発信します で戦艦軍団の中を実は機能があって全ての死を保存するっていうのが目的だったんですね。これまで明らかにされてない。で、保存されていた種をですね、衛星軌道からですね、ラグランジュポイントに向けて発射します。まあ映像イメージはですね、あのサイレントランニングっていうですね、70年代の SF 映画があるんですけど、そのサイレントランニングでもラストですね、えー、主人公がですね、 え、すべての種をですね、植物とかを保存するために宇宙空間に逃がすっていうのなんですかあれだと思ってください。あとはまあ、天空の城ラピュタもま、元ネタになってます。で、そこでですね、ミサトはヤマト作戦を宣言します。えー、ヤマト作戦っていうのはですね、ここから先の戦闘が宇宙戦艦ヤマトだ、みたいだからだろうっていうふうに思った人も多いんですけど、違うんですね。あれはもうシンプルで、これなんですよ。あの、 真っ赤な地球を青く戻すからヤマト作戦なんですね。あの、本当にシンプルなんですよ。あの、で、ヤマト作戦のネーミングはですね、松本零士が宇宙戦艦ヤマトの前に書いてる、例えばセクサロイドという漫画ではですね、えー、神代計画とか弥生計画っていうのが出てきますですね。あと、和田ちという漫画にもそういうのが出てくるんですけど、これは松本零士のネーミングルールみたいなものですね。神代、あとはなんか、あの、弥生、あと山と、そういうふうなものをつける壮大な宇宙計画に。で、 えー、最初に説明したですね、なんでそのあの世界は赤くなってるのかって、これなんですね。宇宙戦艦ヤマトの目的は赤くなった目的を、あの地球をコスモクリーナー D を持ってと、あの、なんだろう、持って帰ってきて、で、青い地球に変えるというなんですけど、それをするというのは、今回のヤマト計画ですね。えー、で、ネルブがですね、それでなんかその、 南極に行ってですね、いよいよ境界面みたいなところを潜ろうとしたらですね、そこでですね、敵の組織、あ、ネルフ、え軍、ー、団が行ったらですね、ネルフの戦艦がついに出現して邪魔します。で、この時にですね、惑星大戦争という、あの、東方特撮の音楽がかかるんですけども、 東方特撮の惑星大戦争の音楽がかかりながら戦闘シーンの絵はですね、さらば宇宙戦艦ヤマトのですね、白色水星帝国の駆逐艦とヤマトとのですね、戦闘シーンですね。えー、さらば宇宙戦艦ヤマトで白色水星帝国のあの駆逐艦はですね、ワープ、 あの、候補、ワープ攻撃ってやってきて、ワープでいきなり現れて宇宙戦艦ヤマトにですね、ビーム攻撃を散々食らわせるってことをやるんですけど、同じように境界面の下からどん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 現れて、で、え軍、ー、団を攻撃するとですね、あの、まあ、さらば宇宙戦艦ヤマトになってますですね。で、惑星大戦争ですからですね、あの、もう、え軍、ー、団が攻撃する時もですね、あの、 これすいません。惑星大戦争の絵なんですけど、ボタンを押します、ね。惑星大戦争でこのボタンを押すときにこう親指でこう押するんですよ。すごい特徴的な押し方で、あの、多分役者さんが絵になるようにするために親指をちょっと裏側を使ってガチッと押すっていうのをやるんですけども、これもですね、そのエヴァンゲリオンで指がアップになります。もともとはタイムボカンシリーズの ポチッとなっていうボタンの押し方だったんですけども、まあ、なんで、あの、こういうことをするのかというと、やっぱパロディーではないんですね。あの、パロディーだったら、ポチッとなっていうセリフを入れるはずなんですよ。そうじゃないんですね。あの、そうでなくてですね、あの、オマージュなんですよ。ラストにつ,、ま、つながる、ま、オマージュ代だと思ってください。これももうちょっと後で説明します。で、えー、この後ですね、まあ、あの、散々ですね、えー、グンダーがやられてしまって、ウィレーのグンダーがやられてしまってですね、 えー、シンジの反撃ですね。シンジがようやと戦う気になって部屋から出てくるというですね。反撃が始まるんですけど、まあ、ここでですね、僕が言ったマイナス1点ですね。ダサい集団劇が始まるんですね。えー、アスカを奪われてついにエヴァ13号機が起動するという後でですね、軍団は無力化してしまって、 エヴァっぽい何かです取りつかれましたエヴァっぽい何かですエヴァっぽい何かですというセリフはすごく僕た面白かったんですけど、その後、ゲンドウがですね、お父さんがですね、歩いて登場するんですね。<laughs> もう、こ、こ,この周りって空気あったのって思うんですけど、歩いて登場してですね、で、新ジ君も登場して、で、僕も、僕がエヴァに乗るっていう宣言する、してですね、ここから火曜サスペンスが始まっちゃうんですね。例の火曜サスペンスの崖の上でですね、主要キャラがでっかい声で叫んで、演技めいたことをする。 じゃないですか。あれと同じようにですね、サブキャラがどうでもいいですね、思いを大声で叫んでですね、なぜか泣いて解決するってですね、まあ悪い癖ですよね、本当に。ナディアでもやってたんですけど、あれ本当にね、いらないと思うんですけど、まあここがマイナス1点です。で、このね、これがまあなんでマイナス1点しかないのかとこれ。あの、これまでのね、映画表をやってた僕だったら、だいたいこういうのマイナス5点ぐらいつけるんですけど、実はエヴァは、 ここまで僕があのシーン本当にダメだよねって言いながらです、ね、マイナス1点にしかならないんですけど、これは限定で話します。で、えー、シンジ君はですね、いよいよ、えー、お父さんとの対決と対話っていうのをします。えー、お父さんとの対決ですね、エヴァに乗ったです、お父さんとシンジ君の対決もですね、もうオマージュの連続ですね。あのー、シンジとエヴァ13号機ですね。の最初の戦闘は、まあ、あのー、街の中でやるんですけども、 えっとね、ウルトラマンエースだと思います、あれは。えー、なんでウルトラマンエースかっていうと、ウルトラマンエースって、 あの、ビル街で戦いながらもですと、ね、もう予算があまりないのでビルが壊せないんですよね。だからビル街の真ん中になぜか不自然なほど広い道路があってですね、ウルトラマンも怪獣もですね、まあエースの場合鳥獣ですけど、できるだけそのビルに当たらないように戦って、当たった時時々ビルがずれるんですけども、シンエヴァンゲリオン実に見事にですね、建物とかがずれるっていうのを再現してるんですよね。で、 おまけに吹っ飛ばされた新宿のエヴァンゲリオンはですね、ホリゾントに当たるんですよ。で、ホリゾントにシワがって、あ、これ書いた絵だって分かって、で、その書いた絵がエンドクレジットを見たらですね、シマクラフチムが描いてるんですね。で、シマクラフチムっていうのは東方特撮のあの、背景の雲ばっかり書いてるものすごい偉いおじさんでですね、シマクラフチムにわざわざあの、戦闘シーンの雲書かせたんだって。 東宝特撮愛、つぶらえ愛がどんなに深いんだっていうのがわかるんですけどもですね。で、おまけにですね、そのセットが壊れたらですね、あの箱馬っていうですね、木で組んだ簡単にセットを持ち上げるためのあの木のパレットみたいなのが出てくるんですけど、その横にすべて東宝という夜勤が押してあるんですよ。それまで見えるっていうです、ね。 そこまでですね、と、あの、特撮映画のパロディーとして見せたいわけですね。で、室内シーンで戦うのは安野君がですね、最初に作った8ミリで大阪芸術大学の時に作ったですね、初代ウルトラマンの絵と同じですし、学校の中で戦う時はですね、セットの外側へ出ちゃうんですね。で、セットの外側へ出ちゃうと、つぶれ屋プロのですね、怪獣倉庫のようにですね、エヴァンゲリオンスーツが吊るされているという具合です。で、 ま、ここで説明します。あの、やっと説明しますけどですね。これらすべてはオマージュなんですね。で、オマージュの理由はですね、まあ、これがま、税レの儀式であり、おまじないだからです。マイナス世界に入るためにです。例えばこのエヴァの作品世界ではですね、そのマイナス世界に入るために13番目のエ,エヴァを起動するという儀式が必要だった。で、税レの儀式だとか、ここにロンギニスの槍がとかですね、なんとかの槍がって儀式がっていうのがしょっちゅう出てくるじゃないですか。で、あれ、 僕らはセリフとか設定だと思ってたんですね。違うんですよ。安野秀明は大真面目なんですよ。何かするときは儀式がないと魂が入らない。この受的な世界ですね。受的な世界に安野秀明は生きていて、だから作品の世界の中でも何かやるときは儀式が必要だし、 アニメを作るときにも儀式が必要なんですね。そのおまじないがオマージュなんですね。あの、このアニメを作るには、たその当時の嫁が言うところの儀式ではなくて当時の嫁が言うところのおまじないが必要と。で、その、あの、おまじないっていうのは、安野秀明を作ってるパーツですね。あの、過去の作品を自分の手でアニメ化するっていう儀式が必要なんです。過去の作品をわざわざ、その学生大戦争のスイッチを押すシーンにしてもそうですし、 え、ウルトラマンエースの怪獣とウル,マンがウルトラマンエースが戦うシーンもそうですなんで完全に再現しようとするのかっていうと、それをですね、自分のアニメの中で再現することでですね、えー、なんだろうな、樹的な力を得ようとしてるわけですよね。パロディではないんですよ。あの、自分の魂をアニメという器に受肉させてるんですけどね。あの、エヴァの中で語っている世界観が、 まるまる本当に作品の作り方と対応してるんですよ。これが僕はやっぱこの、今回の新エヴァンゲリオンの一番すごいところだと思います。あの、作り方と、作品と自分と一致させるっていうのはこれまでテーマ的なものとか、あとストーリー的なものの一致っていうのはあったんですけど、アニメの作り方で自分の、なんだろうな、信念っていうのかな、あの、信仰してるものと、そして、あの、本当のアニメの作り方っていうのをここまで一致させた作家っていうのはいないです、ね。 もうほとんど未開民族が意味がわからずアニメを作ってるようなものなんですよね。それのすごいハイテクなものを僕らは見せられてるんですけども。で、このなんでこんなにオマージュ入れるのかっていうのは、下手したら本人も周りも気がついてないんじゃないかと思います。周りも多分安野さんは、ああ、なんかパロディが好きだなとか、あと安野さんはオマージュ好きだなと思ってるんですけども、そうでなければいけない切迫した理由が 庵野の監督の中にある。それは何でかっていうと、こういう受的なおまじないをしなければ魂がこもらないんだっていうふうに心の底から信じてるっていうのを果たして僕本人が本当に分かってるかどうか不明なんですね。で、アン秀明って僕は前言ったんですけども、破壊で 本質を語るんですよ。あの、物が壊れるとき、あのアニメでは物が壊れるときに、必ず中の機械部品とか構造材が見えるんですね。つまり、破壊されるとき、初めてそのものの本質が現れると。だから恋愛っていうのは、その別れ話になったとき、醜い言い合いになったときに、初めて本質が現れる。これはもうあのドラマの作劇すべてに、その共通してます。それはもう不思議の身のナディアの時から、 もうこれで別れなければいけないという時にいきなりエレクトラさんが心の中を話したりするのは何でかというと破壊される時に初めてそのものの本質が現れるというのはあの秀明の思想そのものだからですよね。これがあの哲学なんですよ。で、同じように儀式イコールおまじない。おまじないイコールオマージュなんです、ね。なんであのおまじないって言葉を使うのかというとオマージュの言い換えだからです。オマージュでこの世界っていうのはその具現化される。アニメの世界っていうのは本当になるっていうふうに思ってるんです。 トップを狙いで、あの、ガンバスターのコックピットがですね、バリンと割れた時にですね、そのスクリーンが割れたら中にですね、その蛍光灯が見えるじゃないですか。あの蛍光灯が見えるのは、僕はあのパロディだと思ったんです。違うんですね。中にそれらしいメカを描いてはいけないんです。書いたらですね、嘘に嘘を足してるだけになっちゃうんですね。あの、そのコックピットがあると。あの、なのロボットのコックピットがあると。 で、それが本当ということにするためにはですね、儀式が必要。具現化という儀式が必要なんですよ。例えばその大きい仏像があるとしますよね。その仏像、ばらしてみると小さい部品でできてた,たとします。で、その部品一つ一つに細かい字でお経がぎっちり書いてあったらですねあ、僕らは、あ、この部品には魂が宿ってるなっていうふうに思うじゃないですか。だかそういうふうに理解できるのと同じように、すべてのものにお経が必要なんですよ。 パーツに全てのこの世界を構成するものアニメの世界をアニメをリアルに描くためにはそのもの一つ一つにお経が必要であってそれがオマージュなんですねで安野秀明っていうのは破壊で本質を語ってですねオマージュで受肉化させるですね肉体化させる作家ですだからあの パロディーのような作画っていうのは何かというとあの、あそこまでパロディーっぽい作画っていうのは何かというと、魂の器でしかないんですよ。その器の中に元ネタへの信仰心っていうのを入れるですね。それで魂を入れることで作品を作るわけですね。だから、その彼からですね、その案の監督からパロディーとかオマージュを奪ってしまうと、 その辺の作家と同じようにですね、当たり前の表現しかできなくなるんですね。つまり、美しいものをより美しく描く、細かいものをより精密に描く、人間の動きをさらにわかりやすく描くということしかできなくなっちゃうんです。その普通のアニメ表現している人間にとっては、目標であるところが、安野秀明にとっては全然まだ足りないんです。その向こうに行きたいから、パロディというですね、オマージュという受肉化が必要なわけですね。 えー、で、すいません。ちょっと興奮したいので喉が渇いてしまいましたで。本当にね、なんかその日本人しか作れないすごいアニメだと思いますよ。コメントで今、あかんこれ本を書いてくれて、<laughs> 本で書いてくれてる。いやもう、だからこういうのを書かないで済むために僕はこのゼミをやってるわけで、こんなの書こうと思ったら多分2年ぐらいかかってですね、書いた時にはもうみんなエヴァのこと忘れてるんでですね。<laughs> えー、で、 ようやっとですね、戦いで気が済んでですね、えー、信二はですね、玄道とあの、話し始めます。で、対話してですね、玄道が、ま、ここで二つ話します。ですね、えー、私が好きなのは知識、本と、あとピアノだったっていうふうに言います。もう一つは、えー、息子、信二を寄せ付けなかったのは、自分にとって食材の儀式だった。やっぱここでも儀式という言葉が出てくるんですけど、自分にとって、 えー、息子を近づけて、その人間的な幸せに浸るのは罪深いことだからできないだったというふうなことを語るんですけども、この段階でですね、えー、玄度とこのエヴァは二つのことが明らかになります。まず一つ目ですね。えー、渚カオルというのはですね、碇ドウと同一人物だと。つまり、ゲンドウは二つの人格に分裂されて、このエヴァンゲリオンというシリーズの中に出てるんですね。 多分これってテレビ版のエヴァの時に思いついてなかったんですよ。そうでなくてですね、やっとなんで渚薫というキャラクターが出てるのかというのは、安野秀明自身が発見したからなんですよね。だから、その、言動は2つの人格に分割されて、意味もなく真実を否定して遠ざける黒言動と、意味もなく真実を肯定してですね、真実にくっつこうとする白言動。この白言動と黒言動の2つにですね、分裂しちゃったわけですね。だから、 あの、薫はですね、渚薫はですね、あの、玄度の服を着て登場して、火事と対話するわけですね。もう本当に火事が、あの、怒り司令にですね、アダムを持ってきたのと同じシーン、同じ構造、同じ衣装の火事に対して対話するんですね。あの服を着たまま。で、だから薫はピアノを弾くんですよ。この あの、り指令が、あの、り玄度が、私はピアノが好きだったっていうので、ようやっとこれまで、なんでピアノだったのかっていうのが明らかになるんですね。で、だから、そのカオルは年がら年中、真珠に幸せになってほしい。君の幸せが、とか、僕が考えた幸せと違うんだねって言ったのは何かというと、あれは玄度の裏面が言わせてるんですね。で、だからですよ。だから、その玄度と真珠の、 今回の映画の戦闘シーンですね。あの一番最初初号機がビルの中からガーンと出てきた時に、ゲンドウの13号機、見た人覚えてますかこうやって待ってるんですよ。変なポーズして待ってるんですあれ何かっていうと、渚カさかおるの初登場のシーンなんですね。渚カさかおるのあのカップつけた初登場のポーズとですね、そのお父さんの乗る13号機が全く同じポーズで待ってるわけですね。あの、これぐらい、 はい皆さん分かりますねなぎさがおるは、あの、いかに言動ですよっていうサインを出している。分かったこと二つ目です。えー、玄度とミサトがですね、構成的に対になっているんですね。えー、みさとはですね、自分のためとかですね、あ自分、あ、違う、息子のためっていうふうに言ったり、あと自分へのけじめだというふうに言って、と考えて、息子のね、領事に合わないんですね。 ミサトは。で、それをリツコに皮肉られてるんですけども、あくまでそう、そんなリツコは皮肉るだけで徹底的にですね、ミサトのサポートに徹すると。で、これはあの、自分への食材のためだとか、真珠のためだというふうに言いながら、恋に自分の息子を遠ざけている玄道とそっくりの行動なんですよ。ミサトと玄道というのは実は同じ行動をこの映画の中で撮ってるんですね。それを真珠の側から見ると、 なんか違うように見えちゃうんですが、実は、あの、僕ら客観的にこの映画を見てる観客には、同じ、なんだろうな、行動である、追になってるっていうのがわかるんですね。だから、玄土を支える冬月と、美里を支える律子は同じ役割なわけですね。あの、玄土と信地という親子関係は、美里と領事、息子領事というですね、親子関係と、まあ、鏡のように対応しているし、あと、玄土と冬月、美里と律子っていうですね、司令官と副官というですね、構造も、まあ、うまく追になってます。 あの、美里はですね、お父さんが始めたファーストインパクトの落とし前をつけるというふうに宣言しますし、あとシンジも、真治もお父さんが始めたことは僕が落とし前をつけるというふうに宣言します。この、えー、子供が親がやったことの責任を取るっていうのがですね、なんだろうな。 多分、シンゴジラぐらいから出てきた、えー、前の世代がやったことですね。それ原子力発電所にしてもそうなんですけど、それはどうするのかっていうと、息子の世代、娘の世代が落とし前をつけるというですね、この案の思想のちょっと根本がこう出てきてるんですね。すごい面白い構造です。あの、すべてがね、対応する関係になっていて、ここまで完全な構造で作った脚本というのはね、本当に見事な一言です。 だから、シン・エヴァンゲリオンって何がすごいのかというと、僕はプレビズで作ったレイアウトと、あとこの脚本の構造ですね。この脚本の構造が一番すごいと思います。で、えー、まあ、無料の方の最後の解説に行きますけども。 最後にですね、あの、真珠と言動が、えー、到着したのはですね、不思議な十字架ですね。十字架の先にさらに十字架がついてるですね、えー、ゴルゴダ・オブジェクトというところにですね、マイナス世界で到着します。えー、この元ネタはですね、何かっていうと、あのー、星野幸伸という漫画家が書いたですね、クオ、えー・グアディスっていうですね、漫画があるんですね。えー、宇宙の彼方からやってきた、 宇宙のカナダから巨大な十字架がやってくるって話なんですよね。で、その巨大な十字架の中で、うんと、これ縦にだな。<laughs> すいません、あの、自分が持っている漫画 iPhone で撮ったのでこういううになってるんですけども、宇宙のカナダからですね、巨大な十字架がやってくるんですよ。で、この巨大な十字架っていうのはですね、宇宙の絶対座標の中心なんですよね。で、その中央では、 神様が死んでるんですよ。巨大な神様が死んでると。で、このゴルゴダオブジェクトの中では全ての望みが叶う。えー、つまり、フィクションとリアルの境界すら乗り越えることができる。しかし、そのためには、ニエが必要なんですね。つまり、犠牲、生贄ニエが必要と。このあたりはアベンジャーズのインフィニティウォーズと、まあ、同じ構造になってます。ですね。展開になっている。 えー、最後の槍をたの届けるための三里ですね。エヴァ13号機を起動するためのアスカ、マイナー世界行くための冬月っていうですね、生贄を必要として願いを叶えたんですけども、えー、まあ、あの、まあ、無料のですね、ネタバレ解説はですね、今日はここまでです。えー、ゴルゴラオブジェクトですね、願いを叶えるための犠牲とはどんなものだったのか、 で、まあ、このストーリー進行で語られるテーマっていうのは何なのかですね。ラストの展開と、あとテーマの解説はちょっと、あの、難しいものになるので、限定の方で話そうと思います。であとは、あの、なぜね、松任谷由美のボイジャー、日付のない墓,墓標っていう歌が、あの、綾波霊役の林原恵によって歌われたのかですね。そもそもなんであの歌を選んだのかですね。なんか、あの、講書サイト見たら、 内容と合ってるからって感じ。いや、違うんですよ。もっと樹的なもの、もっとおまじない的なものなんですけども。えー、クライマックスはですね、シンジどのように解放されるのか、なんでマリは迎えに来たのかですね、えー。お疲れ様でした。ネタバレは一旦終了です。ですね。はい、こっちにしておきましょう。 えー、お便りを読みます <laughs>。えー、採用の方にはですね、今月のシールですね。えー、あれどこ置いたっけ <laughs> あ,あ、置いてきちゃった。ここにないですよね。はい、すみません。あの、イラストや風に書いた岡田敏夫と、 庵の監督っぽい、<laughs> あのー、びっくりマンチョコ風のですね、シールをですね、えー、プレゼントします、えー。今月のお便りですね、採用者全員にプレゼントしてますのでですね、欲しい人は投稿フォームに書いてください。えー、お茶のジュジュンさん、40代男性、新エヴァ見ました。今世紀最高に良かったです。そして岡田さんの新エヴァ解説がとても楽しみです。 えー、お待たせしました。えー、今語っております。えー、ダダンナさん20代男性、新エヴァ見ました。とにかく、安野さんありがとう。そしてお疲れ様です。これを見て、ンう,るう、う、新ウルトラマンは一体どうなのでしょうか。まあ新ウルトラマン、僕も楽しみなんですけど、まあ、まあ、あの、 今年はね、エヴァーがあって、ウルトラマンがあって、あと、細田さんの新作があるので、もう後足りないのは宮崎駿だけですよね。天貝さん、20代男性。新映画がものすごくつまらなく、この気持ちを誰かと共有したくてメールしました。岡田さんは以前アニメに点数をつけてましたが、私にとって新映画は20点でした。岡田さんにとって新映画は何点でしたかいや、も、ま、うあの、99点なんですけどもですね。<laughs> まあ一応今日の話を聞くと、ああ、そういうことかと分かって、もう一回見たくなるかも分かんないですね。えー、かんさん、50代男性。新 エヴァ完結編最高でした。質問です。なんで3月8日という中途半端な時期に公開したのですかもしかして 3, 3月11日の東日本審査に関係あるんでしょうかえ違います。あの、それは考えすぎです。あの、日本映画のですね、最大劇場数が確保できているですね、ドラえもんの最新作ですね、のび太のリトルスター・ウォーズがですね、この時期の公開がですね、延期になったからですね。で、うまくあの、 ドラえもんってですね、日本で東方系の劇場を一番押さえてる番組が延期になっちゃったから、そこにスポッてはめてもらったわけですね。ドラえもん用の劇場に乗っ取ったわけですけど、まあそれが理由ですね。あの、3月22日の月曜日にはですね、NHK のプロフェッショナルの現場で、安野秀明特集をやるそうです。あの、4年間密着取材ですね。えー、これを見たらですね、また別のことを語りたくなるかもわかりませんけど、まあそれは見てみないとわかりません。えー、ではですね、今日の無料講義はここまででした。お疲れ様でした。アンケートを出してください。 いやあ、あった。ちょっとそれください。アンケート出してもらってる間に、これですね。はい。あの、皆さんにプレゼントするイラストや風の俺と監督のシールですね。はい。はい、えー、結果出してください。うわ、すげえ、いや。 <laughs> めちゃくちゃいいです。ありがとうございます。すいませんね。あの、なんだろうな。あの、映画を見る前にネタバレを見せてしまった人に申し訳なくて思いますけど、もう一回言うけど、実はネタバレ気にしなくて割と大丈夫ですから。とにかく一回目はやたら長くて、まだ真じ落ち込むのって思いますからですね。これぐらいでちょうどだと思います。えー、限定ではですね、またもやネタバレなしのテーマ解説。テーマ解説をネタバレなしでやって、あと超ネタバレするですね、テーマ解説をやろうと思います。 えー、よろしくお願いします。えー、次回はですね、今度こそですね、3月21日ですね、えー、放送中のアニメもですね、まあ大展開を迎えているですね、無色転生を取り上げます。無色転生はね、アニメの解説ではないんですよ。あの、SF 小説としての、 原作っていうのかな無色転生のお話の作り方っていうのをですね、ちょっと語ってみたいと思います。意見や感想は投稿フォームからですね、お待ちしてます。あの、今日の岡田斗司夫はですね、いつもよりずっと皆さんのお便りとか励ましとか感想を必要としてる気分ですので、よろしくお願いします。じゃあ、あの、原点に切り替えてください。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、たい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。